さっきの農家の話ね、山本太郎っていう人と、まあ、比喩に対して説明した。ね、皆さんの今持ってる土地を一旦お預けください。そして、皆さんにとって最もふさわしい形で再分配いたします。で、それともう一個農家のところを訪ねた、アロマハーブ研究からですけどね。なんかゆいどうしてってハーブ植えてるのにっていうか、その、そういう組み合わせた時にね。だからそうなんですよ。土地を分けてもらって再分配してもらって農家になったんですけど、教えてください。どうやって農家やるんですか？あのな、そうなりがちやから心配してる。なんで書いたの？農家って学校ちゃうから。職業や。仕事や。だから、その、教えてください。あの、企業研修みたいな。企業行ったら。だから、石破さんが農業の企業化を進めてまして。その企業とか言ったら。だから、ここももうじき企業になるわけ。何しに行ったわ！怒られた。どうなるか知らんべ、ほんまに。あ、こんなひどい人たちがいるんだって。ねえ、先生、あの、集落ひどいなんて、お前がひどいねん。学校で何学んできたん？学校出てるんやろ。てか学校通ったやろ、ちょっと。そこで何を学んだ？何を勉強したん？学校でおる時間一体何使ってたん？いや、だって学校って勉強するとこって知らなかったから、なんでやん。とにかく学校って勉強するところって見ちゃうの。そういう感じやろ。学ぶっていうのはいろいろありまして、おほんほん。人間関係とかでしょ。だからあなたは人間関係として、じゃあ人間関係屋さんとか言って、農家に言われるんだ。人間関係じゃないよって農業。いや、そんなことはない。それ少しはあるよ、同業者とかの。農業とかね。消費者とあるでしょ？ない。それが間違ってる。消費者と体力とつながってください。で、何やねんそれ。つながってないねん。それは何をしてほしいんじゃん。お腹すいたんですか。お腹よろしいわけじゃないけど。それで最初がそう言ったら、なんでその前に説教があるの。あんたが説教するからでしょって。あ、説教に対して説教という、そういう人間関係なのね、学校って。残念ながら違います。でしょ。違うね。学校っていうのは説教に対して説教という、そういう人間関係を学ぶとこじゃないん、実は。うっすらとしたらそれ学校じゃないんですよ。え、何それ。じゃあ、精神病院知らん。そう、何精神病院ってそんなとこな。ええだって、イーブンイーブンでしょって。あ、ほな、ちょうど1時間でそんだけ高いし。いや、だから。能力ないんですって。そう、へー。じゃあ、さよなら。なんか、ちょ、邪魔しに来んと能力あっても、うちでは働いてもらわれへん言うてるやろって。昔もこんなことあってん。都会、都市から逃れてきて。お願いします。もうお腹が空いて、小作人にしてください。っていうわけやってん。日本の小作人ってほとんどこのケースやってん。ノードじゃないねん。奴隷じゃなかったん。そんな連中やってん、実は。それをずっと言ってたやろ。証拠と出しないそういうとこかもって。全然労働力として機能せえへんかった。それが日本の小作人やった。濃度はこき使われて労働力としてバリバリ使われてしまった。濃度と小作人全然違うとは分かった。寒いやろ、寂しいやろ、自分自身。で、お前何働けんねん。知らんほしいねん、そんな。な、そういう話してんのちゃうななんか迷ってんだったら来るなよ。悩んでんだったら来んなよ。教えてほしかったら来んなよ。教えへん言ってるよ。え？誰かの教えてる？どこの生徒おった？一人で喋ってるだけなのに。な？せやろ？あ、じゃあ今から行きます。いや、こんといて通報すんねん、ほんとに警察に。